カズのライブチームにようこそ。はいどうも、美大好きチューバーのカズとチャミューです。はいどうも、久しぶりです。皆さんどうですか、調子は。何の調子かというと、チケット獲得ですよね。はい、今現在で分かっている結果から言うと、バーニーレオン先行と、ビーズパーティー1時ですねの方が結果が出ております。はい、で、まあ、じゃあ早速ね、我々の結果いきたいと思います。私カズ、まあ、バーニーレオンはチャミューさんに任せてたんですけど、ビーズパーティー1時結果、なんと今回チケットがご用意されませんでした。どうほほ、残念。どうほほなんですよ、されませんでした。はい、ですがやってくれました、チャンミンさんの方が、なんとチケットがご用意されました。はい、第一希望のね SS 席ではなかったんですが、まあ、振り替えで S 席ですね。で、場所は、エコパ、はい、静岡県エコパアリーナの、2日目ですね、日曜日に、チケット取れたんで、まあ、S 席になるんですけどね、はい、取れたので行きたいと思います。やったね、とりあえず1回は行けるね、はい、僕もちょっとほっとしました。もうベイズ大好き YouTuber って言ってるのにね、1回も参加できないってなったらもうどうしようかと思ってたんですけど、とりあえずまあ一安心です。はい、で、僕たち日曜日にライブは参加するんですが、一応土曜日からね、行こうかなと思ってます。なのでね、フォロワーさんの方、僕見かけたらね、まあ声かけていただいてもいいですし、はい。まあ何かしらね、交流できたらなと思っております。でですよ、聞いてくださいよ、皆さん。チャーミューさん、なんと、お父さんと一緒にね、行くんですよ。別の日に。どこ行くんですか言ってくださいよ。愛知。愛知取れてるんですよ。お父さんのところに乗っかって、申し込みしといてよって言ったら、お父さんのとこ取れた、つって。ひどくないですか。なので今のところチャーミンさんは、エコパと愛知ね、はい、行く予定です。愛知はいつなんですか。7月30日の土曜日。土曜日らしいんで、見かけたらね、指差してやってください。うわうわうわいって。僕は行けるかどうかわからないんで、まあ行けるようだったら行きます。あ、でも行くかな、一応行きます。見れないな、寂しいよね。でもチャーミンさんが出てくるの待ってるの俺。まだ2時とかいろいろあるから1枚申し込みない。そうですね、まあソロで参戦もありかなと思っております。まあ同伴者がね、入力とかないようでしたら、まあ、2人で申し込んどいて、取れたらね、誰か視聴者の方一緒にね入ったりとかもできるかもしれないんで、まあ頑張っていきたいなと思います。うん、いいね、とりあえず2回、うん、あとチャンスとしては今表が出てると思うんですけど、今ちょうどクラブジムの受付期間中で、そうですね、クラブジムの受付で、ビーズパーティーの2時とか、その前にまあセブンとか、ああそうかそうかそうか、ピアのやつとかね、まあいろいろあるんで、今ちょっと表出てると思うんで、こちらを参考にしていただいて、まだね取れてない方は、はい、どしどしね、ご応募ください。はい、ということで、まあ一安心です。とりあえず皆さんもね、どこどこ取れたよっていうねご報告ありましたら、ぜひねコメント欄で教えてください。で、まあエコパだったり、愛知だったりね、まあ僕たちいる近県だったらね、お会いできるかもしれないので、ね、まあそういった頃のね情報ください。で、 SNS、Twitter、Instagram でねご連絡いただければ、まあ時間とかね、まあ、どこら辺にいるよっていう話もできるかと思うんで、フォローの方ぜひお願いします。はい、今日は、我々のチケット当落のお知らせになります。はい、それではね、まあ、コロナのこともありますけど、無事開催されることを祈って、今後ね皆さん見守っていきましょう。はい、それではまた次の動画で会いましょう。せーの、お疲れー、バイバーイ。まあとりあえず一安心だね。